DTM には、パソコンは Windows か Mac で悩む初心者、あるある話。この話の主人公、つよしは、突然のインスピレーションから、デスクトップミュージック、通称 DTM を始めることを決心しました。動機、それは新たにできた彼女、マリコへの誕生日プレゼント。自作の曲を彼女にプレゼントしたいという浅はかな思いからです。だけど、そこには大きな問題が。DTM にはどうしても必要な、コンピュータの選択。Windows と Mac、どちらを選ぶべきか。これが彼の初めての試練。そこから話は始まります。そこで彼は思いつきました。そんなに親しくはないが、昔一度だけライブで仲良く話してくれた、プロの作曲家である山野先輩にアドバイスを求めるのです。しかし、その答えは彼をさらに困難へと導くことになるのです。どっちでも同じようにできるよ。好きな方にすればいい。どちらでも同じ。その一言に、つよしはさらに深い迷宮へと足を踏み入れることになります。その後も、Windows 派の人たち、Mac 派の人たち、つよしが聞けば聞くほど答えはバラバラ。そして、どれもなるほど、と思わせる意見だったのです。Windows 派の人たちは、まずコストパフォーマンスを強調します。Windows のパソコンは、Mac に比べて安価で、自分の予算に合わせて、ハードウェアを選べる。また後からのカスタマイズもしやすい。さらに、Windows OS は、全世界で最も広く使われているため、音楽の対応ソフトウェアが豊富で、トラブルが起きた際も、情報が多く、充実している。一方、Mac 派の人たちは、安定性と直感性を重視します。Mac は OS とハードウェアが Apple によって一体化されて設計されているため、安定性が高い。また、音楽制作においては直感的に操作できる Logic Pro 10というソフトがあり、これが Mac 専用であることも大きな魅力。さらに、美しいデザインと優れたディスプレイ、快適なユーザー体験がプレミアム感をもたらす。それぞれのユーザーからの意見は理にかなっており、そのどれもが強しの心を揺さぶりました。彼が聞けば聞くほど、答えはバラバラでした。だからこそ、彼の困難は深まる一方だったのです。こうして彼の困難は3ヶ月も続きました。それは同時に、彼女の誕生日までのカウントダウンも始まっていました。時間がない、あと4ヶ月。時間がない。彼は最終的に、超アナログな方法を、あみだくじで決めることに。その結果、Mac に線がつながった。彼の決断に従って、Apple Store のサイトを開くつよし。しかし、そこには新たな壁が。ノート型かデスクトップ型かという選択。部屋のスペースや、何より自分が初心者であることを考慮し、ノート型を選ぶつよし。しかし、ここでもまた新たな問題が。メモリーや SSD の容量を選び、何もわからないつよしはとりあえず自分は初心者なんだからと。最低限の選択肢で選んでみることに。そして、ついに最終的に購入ボタンを押すところまで来ました。おっと、待てよ。でも、その金額28万5千円に強しは躊躇しました。強しにとっては10ヶ月分ほどのお小遣いです。その時、彼は再び山野先輩に相談することを思いつきます。しかし、山野先輩からの返事は来ません。電話をしたかったけど、前回の電話の時にアルバムの仕事で忙しくなると聞いていたので、迷惑はかけれないと我慢をしたのです。3日が経ちましたが、山野先輩の LINE の回答がありません。既読にはなっています。その間にも、Apple Store の値段はじわじわと上昇。円安の影響だと友人のトールから聞いたつよし。しかし、その情報もまた彼の心に迷いを生じさせます。結局、
彼は待ちきれず、319,500円で購入ボタンを押してしまいました。その翌日、待望の山の先輩からの返信。メモリー 16GB とか、SSD500GB って、ちょっと小さいと思います。Mac は、後から追加が大変だから、よく考えて買った方がいい。強しの驚く顔。彼はその一言に驚き、急いで購入をキャンセルします。なんとか間に合ってキャンセルはできました。しかし、その瞬間、彼は何かを失った気がしました。強氏は、精神的にかなり疲れました。次回、初心者の選択、メモリと SSD 容量。果たして強氏は無事に DTM パソコンを買えるのか。